どうも、大分の高っ親方です。今回は交通安全の話題です。あの私も含めまして、まあ、改めてですね、えー、交通安全、皆様で一緒に気をつけましょうという、まあ、啓発の今回動画でございます。えー、実はですね、この大分県、えー、実は5月の終わりから6月の頭にかけて、なんと、えー、ですね、3件もの交通死亡事故が発生いたしました。 本当にですね、尊い命が3名も、ね、奪われたということで、本当に残念ですし、えー、まずはお悔やみ申し上げます。そしてですね、やはりこうこう、ね、交通死亡事故が起こるというのは、本当に悲しいことですし、非常にちょっと大分県としてもですね、非常に危ない状態になっているということで、まあ、今回ですね、まあ、青年団活動の一環としてですね、啓発を行っております、まあ、私が、まあ、今団長を務めております。 大大分分県県連合青年団というのが大分県交通安全推進協議会交水協という交通安全に関する団体にまあ加盟をしておりますでそのですね交水協に、まあ、大分県警から改めましてこのですね大分県民一人一人に交通安全の意識を高めてくださいという、まあ、依頼がありまして今回啓発をしているものでございますまたです、ね、個人的なことですけれども 私自身ですね、昔、まあ、わずかな期間でしたけれども、まあ、交通安全に関わる、えー、仕事も行っておりました、まあ、そういうこともございましてですね、今回、えー、改めて、まあ、大分県の方以外でもですね、全国的に交通安全、いま一度ですね、気をつけましょうということで、えー、啓発の動画をですね、作らせていただいております。どうかあのお付き合いのほどよろしくお願いいたします。 えまずですね、まあ、なぜこのような今回、背景になったのかということなんですけれども、えー、実は5月29日から6月3日までの間でですね、えー、3件の、えー、実際はですね、これ、車単独の死亡事故、交通事故が発生したということです。まあ、いずれも高齢者なんですが、こう私ども、若い世代でもですね、気をつけなければえならない事故ですね、えー、まあ3つですね。 えー、5月の終わりに、えー、大分市で,です、ね、90歳の男性が乗っていたです、ね、原付きが倒れて、まあ、自家室ということで死亡されたと。で2つ目が6月1日のお昼に今度は日田市ですね国道で74歳の女性が軽乗用車を運転しててです、ね、あの防護壁ですね道路工事現場にあります,です、ね、防護壁にぶつかってお亡くなりになったと。で6月3日の夜はですね 町でですね、指導なんですけれども88歳の男性が軽四貨物自動車を運転していたところ道路標識にぶつかってお亡くなりになったということでございますえー、まあ実を言うとですねこの1つ目の、えー、大分市の事故の時29日土曜日だったんですけれどもちょうど実は私このですね事故の現場検証でしたかねえー、しているところちょうど私通りかかったんですよここ。 実は次の日も通ったんですけれども、えー、この時ちょうど私はあの、パークプレイス大分にね、買い物に行く、まあ動画も上げてますけれども、その最中にこの県道をですね、通っていました。すると、パトカーが2、3台止まってて、で、交通整理してて、ちょっと正直怖い感じ、なんかこう、ただごとえない事故が起こったんじゃないかというのがありまして、まあその時はですね、えー、横にたわってたバイク、白いバイクが1台あってて、 もうあのー、運転されてた方も運ばれてたようなんですけれども現場検証ということで結構大きい事故で,で翌日私その今度大分トリーニタの試合でどうね昭和電工ドーム行くと時もまた同じ道になってちょっと気になったもんで通ってみると、えー、看板が立ってましてあのー、このこの交差点でですねあのー、原付のですね自損事故がありましたと、ね、目撃情報があれば教えてくださいという警察署の看板が立ってました。 でまあその時ですね「えー、あこれ結構大きい事故なんだ」と言いつつ、まあ、周り見ても正直なんか花束が手向けられてる様子はなかったのでと思ってたんですけれども、えー、これ見る限り残念ながら、えー、お亡くなりになったということでですねちょっと要はその死亡事故に現場ある意味見ていますのでちょっと正直怖いとか危機感もあってですね今回あえて。 こうまあ、動画、まあ、ブログでも更新してますけれどもご紹介をさせていただきました現状ですね本当大分県、えー、昨年の今時点よりかは確かに交通死亡事故、えー、死者の数は減っていますただ数の問題ではないんですよ一人でもやっぱりこう亡くなるということが本当に、えー、残念なこと なんですね、これをまあね是非こう防ぐためにはどうしたらよいのかということで、えー、今回大分県警から主にですねこの3つは特に気をつけてくださいねというお達しが出ましたその3つというのがですね次ですね、えー、1つ目がハイビーム上向きライトの活用、えー、2つ目が疲れると思う前に休憩を、えー、3つ目がシートベルト着用の徹底です まあ、あくまでもこれ車両単独事故を踏まえてのポイントです。もちろんこれ以外にもスピードとかですね見渡すとか横断歩道は歩行者優先など様々ありますが特に県警今回はこの3つに気をつけてくださいねということです。1、えー、つ目が、えー、上向きライトハイビームを活用してくださいということであのこれまあ,あの夜間の運転するとる時基本的にはですね ハイまぶ、ね、しいちょっとまぶしいんですけれども基本的にはこう遠くまで見えるようにしてで対向車とかで前に車がある歩行者がいるってなった時に、えー、ロービーム下げてねそれが終わればまたハイビームに戻すということなんですけれどもあのやはりこの、まあ、夜の事故も発生したということもありますしあのライトでやっぱ視野が狭いとあの例えばこう、ね、工事中だったとか、えー、実は止まってたね無灯火で止まってた車とかがあった ってなった時に気づかないというのもありますしあの逆にこのライトをつけることで周囲も気をつけるんですよねあの自分もそうですし他の人もこうですねあ,あ今車来てるな向こうから来てるなっていうのが分かるのであのこのライトというのはかなり大事だなというふうに感じております。で2つ目ですね疲れると思う前に休憩を これはね本当私車を運転していてよくわかります。あの私もまあプライベートではかなりドライブいろんなとこ出かけます。で毎日の出勤もですね、えー、片道1時間かけてね車で運転する生活ここのところ4年をもずっと続いてますや。やっぱ正直1時間運転するだけでもかなり疲れます。こう渋滞とかあると本当イライラしますしね朝だったらこうねついて寝ぼけそうね仕事終わりだったら疲れそうとかなるんですけれども。 私もです、ね、そういう時は本当無理せずというかどっかです、ね、安全な場所に停めてこう結構あの私こうリクライニング車の中でこう寝てですね15分でもいいから寝れてです、ね、目をつぶるだけでもこう結構疲れる効果があるらしいんですけれども。 というかこまめに休憩を入れてます、ね、またこうベテランのですね警察署上がりの、えー、まあ地元のガイドさんの話聞くとやはりそのね途中捉えて運転される際も本当あの途中であえてねコンビニに寄るなどして休憩をしてストレッチをしてるとねそうすること目も覚えますし一貫こう気持ちも落ち着けるということですのであのー、ですねもう,こう疲れたら本当にね、あのー、視野も狭くなりますし。 判断も鈍りますしでそのまま居眠り不運転でバッチャーンってねぶつかることもありますのでまあほこの体調面っていうのはかなりですね、えー、気をつける必要があるなというふうには感じておりますで最後ですね、えー、シートベルトの、ね、着用ですけれども、ね、これ当たり前ですけれども気をつけないと意外とね漏らしてる時多いと思いませんかあの気をつけない例えば高速道路乗った時とか後部座席とかねしっかりつけてますか ね、このシートベルトは当たり前なんですけれどもねこれをまあその当たり前にすることで、まあ、正直命を守る可能性が格段にね上がりますので改めてこのシートベルトの着用というのもですね、えー、しっかり考えられて、ね、ください、えー。ということでですね、えーまあ、これ以外にも本当といろんな課題例えば大分県のね現状の課題はあの横断歩道ですねあの信号機がない横断歩道。 歩行者が渡ろうとしてたら車はねその横断歩道の前で一旦停止をして、ね、歩行者優先なんですけれどもそれをしないということであの歩行者中に実は人が渡っていたのにそれに気づかず跳ねられたという、ね、事故も結構多くあるというようですので,で、まあ、いろんな、ね、気をつけることもありますが。 えー、今回特にですねこのハイね上向きライトハイビームと休憩とそしてシートベルトの着用というところを県警から依頼がありましたので、まあ、私も含めましてですね皆様是非ですね交通安全何とぞね一緒にね、気をつけてまいりましょう、まあ、あえてですね今回こういうふうな動画をですね紹介させていただきましたあの、まあ、たまにはですね私もこういうふうな、まあ、社会的なメッセージとかですね、えー、公共… の部分ですねまあ、宣伝な活動とかねボランティア活動もしてますのでこうまあ、社会のためになる活動もですね少しずつこう情報を発信していきたいというふうには思っておりますので、えー、まあ、それはね言いながら私も気をつけるという実はあのー、実益もありますのであのーまあ、ぜひです、ね、こういう動画にもお付き合いいただければ幸いです。えー、ということで今回は、えー、交通安全の話題でございました。 引き続き続、ねえー、皆さん気をつけてまいりましょう。それではまた。